防衛問題に関して、あるいは安全保障問題に関して、今申し上げたような、ある方向、日本の外では戦争が進んでいる。日本の国内ではそれに対応するような、そしてその戦争ができるような、戦争に対応できるような法律の変化が、だんだんに積み重ねられているんですね。反対方角に新しい法律が取った例はないです。で、これが非常に大事なんで、どういう方角に、世の中の変化が動いてるかっていうことで、その変化の中にね、個々の変化の中に、その全体の流れと逆方向の変化が入ってるか入ってない、入っていないですよ、ほとんどね。ということは、その一つ方角に、その必ずしも一時に計画されたわけじゃないでしょうけども、そのある方角へ向かってる、その方角が非常にはっきりしたんですね。戦争があって、そして戦争をの中に参加できるような、支持できるような、その、法学へ法律を変えてる。だから逆に戦争がしにくくなるように法律を変えた例はない。ということですね。そしてその最後は、戦争からちょっと離れるんだけど、その今の、その国旗や国家、そういう話、それから過去の戦争の解釈という問題、そういうことはみんな、その直接に日本政府が、あるいは日本国が戦争に参加するのに便利か便利じゃないかという問題からちょっと離れてますね。しかし、もしその戦争に参加すればね、全ての戦争は、全ての戦争はですね、何かそれを戦争を正当化する、そしてその正当化することと、もう一つはその何か大衆をね、戦いの方へ駆り立てる一種のそのあれが組織的な働きかけだな、あるいは宣伝を通じての働きかけが必ずあるんですよ。だから思想的な正当化の努力を伴わない、あるいは感情的な扇動を伴わない戦争っていうのはないですよ。ですね。それはギリシャの昔から、あるいはその春秋戦国の時代から戦争には戦争正当化と感情的に大衆を扇動する総方角、戦いの方角、いろんな手段で、でそれを伴わない戦争ってのはないですね。だから戦争する以上は大衆をそれに向かって感情的に準備しなきゃ、同時にその知的というか思想的に説得しなきゃならない。でどちらの努力の中にも、そのさっき申し上げた一連の変化、最近の変化ですね、その靖国参拝にしても国旗の話にしても、それから教科書の問題のことにでもですね、みんなそれのためにいくらかやるかいくらかやる、だからバラバラじゃない、ね、流れが3つあって一定方角をたどっていくわけです。でそれをどこまでもそのままいけば、それはそのまた軍国日本になると思うんですね。でそうなることの難しさっていうか困難はいろいろとあると思います。だから政治的には一番難しいのはその東北アジアでですね、その平和的な国際的な共同体を作っていくことが一番の安全策でもあるだろうし、それから経済的生活のその繁栄にも響くだろうと思いますが、そういうことはみんな平和か戦争かというと絡んでるんですね。戦争をしながら生活が豊かになってくるということはないです。だからだんだんその制限が強くなってくると思うんですね。だけど、まあ、今ちょっと申し上げたのは、一つにはその大いに疑わしいのはこの戦争を禁じたのが九条ですから、で九条があるためにそれは解釈改憲といって、その武装を持ってないという平和主義だということと、それからそれで、強いて言えばそれが九条の第一項ですね。で九条の第二項はその 武装放棄です。で武装放棄は非常に大事なんですね。なぜ大事かっていうと、その平和の尊重はね、その天下の
体制だと言えないこともないですね。第一次大戦の後でヨーロッパの国、それから米国も含めて平和の方に進んで戦争を排除しようという意思は随分出てた。だからパリ条約はその例でしょ。それからもっと細かいその戦争中の捕虜の扱いなんかについてはジュネーブ条約があるし、その多くの国際条約、有名な国際条約は平和の方に向かってるんですよ。だから9条の第1項がそんなに独特じゃないんですね。その天下の形成に乗ったということが言えると思うんですが、しかし第2項はない。第2項はね、コスタリカしかない。だから大きな国で、日本ぐらい大きな国で、その平和ということを言ってるのは日本だけじゃないけども、そのためにですね、武装放棄するっていうのは日本の国の現行憲法だけなんですよ。だから特徴があって平和憲法って言われるわけですが、で、ね、それをね変える方角に、そしてもう一遍その武装して、その海外派兵ができて、要するにその軍国として独立した普通の国のようにしようという流れが起こってるから、さっき申し上げた3つの流れってのはその方角に進んでるわけでしょう。ですから分かれ道で、私たちはその9条の会っていうのを、9条を守ろうっていう会をやってるんですけども、でその9条の会で言ってることは要するに今分かれ道に来てるから、だからここでそのもし戦争嫌だったらね、あるいは批判するんだったらここで頑張らないと取り返しがつかないんですよということを言ってるわけです、ね、っていうのはそのさっき申し上げたように、戦争の方に向かうということはし、国民を洗脳することを伴うんですよ。でどういう洗脳をするかというと、人権の尊重を下げる、レベルを下げるということを必ず伴うんですね。例外をもし思いつくことがあったら質問の時に言っていただきたいと思うけどね。だけどそういうことはないね、ほとんどそういう例は。それ必ず人権の尊重は下がるんですね。そしてその基本的人権の一番大事なのはもちろん生命です。だから戦争は人を殺すんだから、だから人権を同時に尊重するって意味をなさないわけなんで、その戦争目的はその人を殺さないとできないんですね。今のイラクの戦争だと大体アメリカの人たちがその犠牲が、生命のですね、犠牲が数千ですよ、千の単位です、ね、おそらく10万の単位でしょ、イラクの人たちの。だから非常に大きな生命の危険を伴う。何もイラク戦争は限らない。ですからその人権をとか、もう一つはですね、その生きていてもその自由を抑える。それでその自由にはその憲法に言ってるのはそのあれですね、良心思想の自由というのがあるんですね。思想の自由、それから信教の宗教に関する自由があるし、それからその集会とか言論のですね、出版など表現の自由というのがある。そういう自由はみんな、あるいは一部は制限される。戦争の時は必ずですから、そういう具体的にはその自由を抑えるという形で現れてきます。